ジャズ喫茶バリレラのおーちゃんです。こんにちは。今日はリーダーが2人います。ピアニストとアルトサックス、そしてベースドラム、いわば相当カルテットですね。フロントライン2人、メロディアドリブを展開していく2人、そしてベースドラム、そしてこの2人はピアニストとアルトサックス奏者です。そしてピアニストは日本人のレジェンドですね。まだやってますよ。はい、お分かりですね。今日のプレイヤーは秋吉敏子とチャーリー・マリアーノ、この2人の相当コンボになります。この2人の初めてのリーダーですね、リーダーアルバムですね、1960年の録音になります。前年の59年に結婚して、その前はもうボストン、バークレーなどで知り合って結婚、そしてレコードを出していくという、そういった2人です。それで今日お届けする曲はですね、秋吉敏子のなんて言うんですかね、一番の曲であると思います。思いも一番詰め込まれた曲かと思うんですね。ロングイエローロードという、まあ略してしまうとちょっとなんか変なんですけども、長い黄色い道、これは何かを表しているかというとですね、彼女は満州の生まれ育って、まあ、日本に家族に戻ってきた、その中国で その情景ですね、長くその黄色い道が、まあ、心象風景としてあったわけですよね。それでまあアメリカでいろんな差別もあったでしょうし、そういった思い、自分が日本人であるという、まあ黄色人種であるという、いろんなものを詰め込んだこのロングイエローロード、後のいろんなレコードでも、演奏しています。壮大な曲なんですね。カルテットなのにものすごく迫力ある、なんかそのジャズの中でもいろんなその言われるバックとかもいろいろモードとかいろいろいろありますけども、そういったこととはもう全然関係ない、その一つの壮大な楽曲、これをビッグバンドでもちろん演奏されてもですね、感動を与えるような、実際そうなんですけども、そういった曲作りになっているなと私は思います。何かその私のような、まあ、日本人の心に何か伝わってくるような何かメロディーラインとかですね、非常に優れた、この誇るべきですね、日本人ジャズプレイヤーの、また日本人ジャズプレイヤーによるジャズの楽曲ということはですね、よくわかるんですね。このロングイエローロード、ぜひ皆さん聴いてください。まだ現役で秋吉敏子さんやってます。ソロライブでもですね、この曲を弾いていると思います。彼女の一番曲だと思います。はい、まあマリアーノのこのサックスもですね、すごいですよ。このアルト突き刺さるような、はい、ではこの絶頂の2人のプレイをお聴きください。敏子マリアーノカルテットからロングイエローロード、お聴きください。ジャズはいいよ。
Thank you.